だからよる眠れないよ。そうだね。あ、暑いって言えばさ、電波組って知ってる？今超暑いんだよね。夢見ねむちゃん超可愛いんだ。ほんと大好き。友達なの？それ見かけただけじゃん。渋谷のどの辺？新鮮あたり？おい、一回やめろ。てめえそれすでに池尻だよな。渋谷じゃねえよな。おめえさっきから聞いてりゃ何なんだよ。話ちょいちょい持ってくんじゃねえよ。うぜんだよ。うるせえ、口答えしてんじゃねえよ、このちょい盛り痩せ渋谷住民。なこと言ったら笹塚も幡ヶ谷も全部芝居になっちまうじゃねえかよ。だとこら、てめえしばくぞ。てかおめえ、ちょいちょい基本スペック持ってるよな。身長は？はい、ちょい盛りマシマシ入りました。169だろ。年収は？はい、嘘。年齢は？ジャロの皆さん、こいつです。嘘、大げさ、紛らわしい、しかもせこい。お前35だろ。アラフォーだろが、このポンコツ。なんでそこだけ下に持ってんだよ。お前ほんと脳内桜アッパレーションだな。めでてえなってことだよ。サバ、サバ、一生サバ読んでろ、このちょい盛り巨源野郎。しょうがないな。じゃあ大橋ジャンクションの先の松屋で大盛り食べて、家で一緒に電波組の DVD でも見よっか。